ゆなです。えこです。ひめかです。ピンク。ラテ。T。B。始まるよ。イエーイ。はい、今回は私のオリジナル紙芝居を作ってきたので、みんなにアフレコしてもらいたいと思います。おーイエーイ。エコがどっかにあるストーリーとかじゃなくて、エコがストーリーを描いて、絵だけ見て姫たちが勝手にストーリーをアフレコするっていう企画になってます。はい、楽しみだね。楽しみ。じゃあ、アフレコ。早速、初めての方だけど。やっていきましょう。せーの、どうぞ。はい、では早速、エコが作ってきたオリジナル紙芝居を2人に見せていきたいと思います。楽しみ。ひめかからじゃあエコの紙芝居にアフレコをして頑張りたいと思います。お願いします。1枚目。じゃあ、はい、まず基本情報を入れて、あ、基本情報、エコこちらの T って書いてある。 T は K の T みちゃんで11歳の12月26日生まれ。メイク大好き、写真大好き。あー、OK。 こちらの P って書いてある子はエルモトピーコちゃん、11歳、5月3日生まれ、おしゃれ大好き、工作大好き。はあ、あ、ひめかが言うのね。私たちは T と P。 O がいれば TPO なんだけど、 O がいないの。でも仲良し。次。ピョ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 、太陽さんさんって、はい、ピクニックだ。あ、気持ちいいな、鳥が飛んでる。お腹すいたね。そうだね、ピーコちゃん。そうだね、ピーコちゃん。あんなところに唐揚げと梅干しがある。あー、ピーコちゃんよく見つけたね。ピーコちゃん、取ってこない？行こう行こう。ありがとうございます。え、見えない。一個一個が見えない。唐揚げまであと450m。それにしても急だな。ほぼ垂直だけど、私たちは吉田沙保里さん以上の体力を持っている。唐揚げと梅干しのためなら何でもできる。 TPO の王がいなくても何でもできるから、唐揚げと梅干しぐらいへっちゃらよ。お願いします。確かに絶対に誰ですかそれ。妖精さん。ぴゃーん、ぴゃーん、キラ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 。ピーコちゃん、ピーコちゃん、私はぴょんぴょんぴょんよ。ちょっと名前がよくわからないんだけど、ピーコちゃんとティーコちゃんを助けてあげる。ピーコ嬉しい。ティーコもよ。ピーコちゃんよかったね。嬉しいね。あと 450m のところで私たちに羽がつきました。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。ということで、梅干しと唐揚げを何としてでも取りたい。人間じゃなくなってでも取りたい。もう太陽が隣に。暑くて燃えそうだけど、そんなことは気にしない。なぜなら梅干しと唐揚げの方が私たちの命より大事だから。 TPO の王がいないけど大丈夫。 OK です。どうする？拾って食べる？それとも諦める？でも諦めたくはない。潜ってでも食べたい。太陽に焼かれそうになっても、人間の姿じゃなくなってでも取りに行った梅干しと唐揚げ、ここで無駄にはしたくない。お願いします。エンド。
を今二人にアフレコしてもらいました。いかがだったでしょうか。楽しかったです。楽しかった、楽しかった。エコが考えた時のストーリーとしては、この二人がいてピクニックに行った時に鳥に持ってかれちゃって、それで山に登って、で妖精が来て羽をくれて、あとちょっとだっていう時にでゲットできたんですけど、また落としちゃって、それだけでも悲しかったのに、帰ったらお弁当もなくなってて悲しいよって言えんじゃん、言えんじゃん、悲しいでした。でもお弁当あるのに梅干しと唐揚げ1個取ってくれないもういいよめっちゃうくらい。そのさ、まずさ、お弁当がないってお弁当持ってかなかったんだ。あ、でもそしたら上見上げたら唐揚げと梅干しがあったから、それを取りに行こうっていうストーリーだった。でも梅干しと唐揚げは自分たちのものじゃなくて、あるから食べたいのかめっちゃ思った。あられないんです。もともとお弁当持ってきてないんだと思った。あったらね、これ楽しい。 TPO とか言ってるし、 TPO 突然歌いだし歌いだし、しかも声のさ、高さのさ、差がさ、 TPO とかで言ってるのにピーコちゃんとか言うし、ピーコちゃんの高さ、声だからね。楽しかったです。楽しかったです。ドラドラだって姫子たちが全然さ違うの言っててあ、そっちもあるみたいな。そっちも意外といいかも。か皆さんもおとけしてもいいかも。おとけこれけしてみて、当てはめてください。はい、じゃあ皆さんもやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。